いしょ。しゅんちゃんさんめでたいな。やめやめや、もう2回も箱行って2回も勝つチャンス、勝ってるチャンスがあったのに、飲まれたわ。やったらないわ。もうバカバカしくて、もう配信とかしねえからな、言うとくけど。もう二度としないからな、配信とか。もうバカバカしくて、もうやったらないわ。どうせやったところでね、アイテムも何ももらえないんだから、やる意味ないんだから、もうしないからな、配信。しゅんちゃんさん誕生日やし、幸せを独り占めやな。まあ、あのどうでもよくなっても、とりあえず郵便局に郵便物取りに行く方が何、今日充実してたことになるなと思って、なんか取り返せる雰囲気ではないわ。ジャグラー完全に死んどるからな。大阪のジャグラー完全に死んどるからな。どこの店行っても大阪のジャグラー死んどるから、恐ろしいよなこれ。ほんとこんな見事に殺せるジャグラーだけ。まあ、昨日のあの怪しいちっちゃいこしゃい店だけがちょっとなんかこうイベントというかあれで出てた雰囲気を醸し出してたけど、アイムジャグラーの島普段もっとおんのに、もうみんな逃げておれ。怖っ。設定位置の台がゴロゴロしてるもんな。しゅんちゃんさん誕生日でもおじさんは何も変わらんな。誕生日にね、変わることなんか何もないよ。何か変わることあんの、誕生日で。別に誰がお祝いしてくれるわけでもなくね、めでたいわけでもなくね。はぁ、やってやれないわもう。あー、人類滅亡しねえかな。しゅんちゃんさん嫁にティンティンしゃぶってもらえよ。嫁にはやってもらえるけど。バンブーさん終わった、勝った。結局一箱マイ3で一箱いったのに、それを別の台で飲まれて、アイムで飲まれて、ファンキーで一箱出したのに、それもまたアイムで飲まれて。なんなのこのアイム。しゅんちゃんさんざま、めしうま。クソアイム。まあ今日昼間30分ちょいで1万4000ほど稼いでるから、別にまだプラスっちゃプラスなんだけど。君たちとは違ってね、僕30分で1万円の仕事がちょろちょろ入ってくるから、君たちは違うからね。君たちと違って、僕ほらコンサルタンツですか、コンサルタンツ。あー、もうバカバカしくてやってられないわ。あー、綺麗に1枚になくなったわ。ちょっとほんま近寄ったらあかんない。今大手は、しゅんちゃんさんゴロゴロしててもママからお小遣いもらえるやん。多分ね、あれですよ、大手は今締め付けて回収しないといけない あれなんでしょう、多分。こいつアホか、お前。お前アホやろ、お前や。クソ、逃げられた。クソチャリが。引っ殺したのか。しゅんちゃんさん八つ当たり。バンブーさん工人大好き、マルハンあるやん。マルハン大好きじゃないわ、別に。この間もあれ設定1、2で買っとるからな、ゴーゴージャグラー。買ったうちに入れへんじゃな。じゃあ、あれ換金負けしたんや。1万2000円突っ込んで換金したら600枚やから、10日やったらトントンっていうか1枚買ってるけど、換金負けしたんや、あの日。換金したら1万500円しかなかったんや。そんなことよりも、行くの郵便局に早く8時半までに行かないと閉まっちゃうよ。はぁ、で、行くの郵便局で郵便物、多分ね、保険証が来てるんですよ、国権のね、国保が来てるんですよ。しゅんちゃんさん何取りに行くん。知らん、行くの区役所から郵便が来て、しゅんちゃんさんほ、それを取りに行って、僕、社保じゃないからね、国保に変えたから、戻したからね。しゅんちゃんさん見せてね。
で、それ見たいか、それそれ見る、見たい、別に見たかったら見してもいいけど見たいか。何も面白いな、君たちは、君たちが一番面白いわ。もう人類滅亡すりゃいいのに。どうせね、この配信してバンブーさんオフパコ配信まだアイテムがもらえるとかオフパコができるとかってね、どうせ30代までなんでしょ。もう46歳とかになったらね、もうどうでもええわ。もう46歳とか、しゅんちゃんさん誕生日記念の大花火何発来た。誕生日記念の大花火、もうたくさん来たわ。大花火と招き猫誕生日のね、もう皆様からの熱い手厚い支援はね、もうたくさんの支援ありがとうございます。本当に本当にもう毎回毎配信ごとにね、たくさんの大花火招き猫ありがとうございます本当に。もうね、バカボンのパパより5歳年上なんだよ俺、言うとくけど、こんなことしてるけど。41歳の春だからって言ってるでしょ。俺もう46歳の秋なんだけど。バカボンのパパより5歳年上なんだが。しゅんちゃんさんオワコン、ショックだわ。バカボンのパパでさえも41歳ですよ。46歳って何それ。あーもう死にたい。しゅんちゃんさん残された道は東尋坊だけやな。なんで東尋坊やねん。死にたいわ。あーもうみんな死んだらええねん、ほんまに。地球に太陽降ってきたらええねん。コロニー落としとかじゃなくて地球に太陽降ってきたらええねん。しゅんちゃんさんこの1年の目標は。1年の目標、目標なんか何もないわ。みんな死ねん、目標。目標人類滅亡、人類滅亡すればいいのに。もうあのエイズ、HIV よりももっともっと大変な病気が蔓延して人類滅亡すればいいのよ。しゅんちゃんさんまた新キャラ登場しないかな。何新キャラって、なんか LINE 来たぞ今、ピンローンって。なんなん、しゅんちゃんさんもも霊化の次や。リサがおるって今。昨日の配信君はいなかったのか。あの YouTube 見て、女子寮に潜入してるから、女子寮にリサが住み着いてるから今。しゅんちゃんさん汚ねえ部屋のやつか。そうあれ23歳だけど、その前に18歳もそこに住み着いてたんだけど、そいつの時も汚かったけど。しゅんちゃんさんパンツ転がってる。あ、どいつもこいつも一緒だから、あの風俗嬢全員そうだから。あのパンツその辺に脱ぎ捨てても何とも思わない人種だから。言うとけど男だけだからな、女のパンツを見てなんか、なんていうの、あの興奮してるの。女はパンツのこと何とも思ってねえからな。言うときますけど。
3人目の嫁はんめっちゃ可愛かってめっちゃ美少女やってね、あの可愛いパンツ履いてたけど、そのパンツでさえもね、あのでも3人目の嫁はんはパンツは転がってなかったな。歴代の嫁はんはパンツ転がってるようなやつはいなかったな、そういえば。一人目の嫁はんも一人ぐらい。しゅんちゃんさん、やすよは。いやいや、だ嫁はんはだからパンツを転がすような嫁はんはいないよ。だから、やっぱ風俗嬢と嫁はんは違うってことがよくわかるね、それで。風俗嬢は全員、しゅんちゃんさん、ももちゃんは。部屋のあちこちにパンツが転がってるけど、あ、だから、ももちゃんは風俗嬢じゃないのよ。まあまあまあ、もう、あの、足あのね、完全にあの、今、飲食、ね、サービス業、してるみたいだけど、ももちゃんはね、そんなこと、部屋も綺麗だし、もうあの絶対男のもん出てきたりとか、あの何、いろんな洗濯物が転がってるんやと思って部屋のあちこち見たけど、めっちゃ綺麗やった。ももちゃんの部屋、ももちゃんの部屋は何やろ、可愛らしい女の子の部屋ではないけど、片付いている大人の女性の部屋って感じ。あんな子供っぽいのに、あんな子供っぽいのに片付いている大人の女性の部屋って感じ。バンブーさん、ゆまちゃんは。ゆまちゃんの部屋を知らないわ。ゆまちゃんの部屋は知らない。ゆまちゃんとキーちゃんの部屋は知らないわ。しゅんちゃんさんでも振られちゃったよ。まあ振られちゃった、振られた、うん、まあ振られ、うん、まあ振られたんだろう。だからこっちの愛情はいらないのよ、ももちゃんは。ももちゃんは頼れる何かがあればいいなーぐらいな、保険みたいなもん、生命保険みたいなもんだって、医療保険じゃなくて生命保険みたいなもんだった、ももちゃんからしたら。僕はね、あの病気になった時に、いざとなった時に置いとこうっていう医療保険ではなくって、自分死んだら時にあの葬式代ぐらい残しとこうという生命保険の感じだったのね。だからそんな生命保険があの頼ってきたら、いやいや私が頼りたいのになんであんたが甘えてくんのみたいな、そういう感じ。バンブーさん、二十歳の娘に振られちゃったーよ。まあ今だから言うけど、実はももちゃん二十歳じゃないけどね。ほんまのこと。しゅんちゃんさん、また歌ってよ。ももちゃん、ももちゃん実はね、え、ももちゃん何歳や、22かな。ももちゃん22だと思うんだけど、平成8年生まれだったと思うんだけど、二十歳ではないよ。いろいろね、あの騙し騙しやってきて、最初は女子高生のふりしてたけど、最初会った時、実は17年やったらどうするとか、わけのわからんこと言われたけど、17年も見えんこともないけど、いやむしろ17の方が嬉しいですけどって俺は答えたけど、ももちゃん実はね、22か3になったとこか2になったとこかですよ、言うときますけど。君たちね、風俗嬢に意味読みすぎだわ。しゅんちゃんさん、あっそ。18、19とかプロフィールに書いてるけど、そんなお姉ちゃんなかなかいないからな。まあまあ、うちの店ほんまもの18いっぱいおったけど、おったけどっていうか一人まだおるけど、あいつ出稼ぎ行くのはいいけど、あの身分証でよう採用でさしてくれたなと思いながら、写真付き身分証あいつないのに、あの見てこやったらどうすんねやろな。僕は卒業アルバム見てるし、ね、あの、まあ、住民票のコピーも、ほんまは原本じゃないとあかんねんけど、まあ、一応もうコピーで押さえとこうと思って、と、あと、健康保険証やったら、だから顔写真付きのね、身分証ないと、やっぱ見てこが怖いから、なんでかっていうとね、あの保険証なんて、あの別にお姉ちゃんの持ち歩いても分からへんし、住民票だってね、あの全員、世帯全員の写しをもらってて、ね、そこに妹がおったらもう超絶危険やけど、姉ちゃんの住民票持ってこられてもぶっちゃけ分からんからな、住民票なんて。住民票の原本取るっていうのは、あれは本籍地確認だから。みんなね、あの、何、あれがいる、これがいるとかあのいうのを考える前に、なぜそれがいるかを考えた方がいいよ。なぜ住民票の原本を今、風俗店が絶対取るようにしてるかって言ったら、本籍地確認なんです、あれ。なんで本籍地を確認するか、別に本籍地より国籍確認なんだけどね。まあだから、なんていうの、ハーフの人でも
外国人扱いになるわけですよ。で、外国人を雇わないっていうのを不衛法の届け出の時にチェックしないといけないね。まあ、うちなんかやったらもうそもそも僕が日本語しか喋らないから雇うことないやろうと思って雇いませんにしてるから。しゅんちゃんさん、風俗場もマイナンバーで管理すればええんや。それをするとお金の流れが全部漏れるから誰もマイナンバーカードを使わないんですよ。マイナンバーカードを預か番号を知ってしまうとね、全部支払い調書作らんとあかんし、そうなったら全員ね、お姉ちゃんたちが自分で確定申告しないといけなくなるでしょ。だからまあテンパー引くっていうのはあれ実は源泉で引いといてね、で確定申告した時にね、まあいわゆる何雇用従業員でいう年末調整みたいな形で、まあ、確定申告をして還付されるっていうのがために、まあ、源泉徴収するんですけど、で報酬っていうのはね、源泉徴収方式と申告納付方式と両方あるんです。で僕もほとんどね今もらってる報酬は、申告納付方式なんですよ。ただ向こうの会社さんによったらそこの税理士がああだこうだ言うて源泉徴収してくれって言うから、ただもう別に引いといてくれても、どっちでもええよ俺は。だって源泉徴収で引かれてたら逆に言うたら引いた分しかその場ではもらわないですけど、ちゃんと申告の時にね、こんだけ源泉徴収で引かれて報酬もらってて、で収入がこんだけしかないから税金払いすぎなんで還付しろっていう風にすると、僕逆にお金返ってくるんでね、どっちみち返ってくるから一緒なんですよ。今引かれてようがね、後で自分で申告納付しようが一緒ですか。ふわっちの配信者みたいなやつらは知らないよ。どうせあいつらはね誰一人税金払ってないし申告もしないからそういう知恵もないだろうけど、っていうかふわっちの配信なんて、しゅんちゃんさん、ふわっちでアホみたいに儲けてるから後人は大変やな。あれですよ、ふわっちは報酬じゃなくてポイント換金だけども、源泉徴収してないから申告してね、130万超えてるやつは全員税金かかるからね。 100% 税金かかるからね、所得税かかるからね。で、ふわっちも、まあまあ、そこの、ふわっちのここの運営って、そこまで知恵があるのかどうかわからんけど、しゅんちゃんさん、あいつら、あるだけ使ってそう。それはみんな他の配信者あるだけ使ってるよ。でも、これは、あれっすよ、郵便局着いた。窓口どこなんやろ、ふわっちという会社がね、お金を配信者に振り込んでるっていうことは、支払い調書を絶対に作ってるはずなのよね。それを作ってなかったらね、株式会社として違法行為をしてることになってしまうので、ありえない話なんだけど、だから支払い調書を作ってるってことは、税務署は全部ね、換金しててお金もらってるやつは把握されちゃってるはずなんだけど、そんな知恵が多分配信者にはないんでしょうね。全部バレてるよっていうのだから、ふわっちからポイントを換金したやつをもらってもバレてないっていう、そんな知恵しかないんでしょうねきっとね。ちょっとここで待ってて、行ってくるわ。しゅんちゃんさん、一緒に行こう。
よいしょ。何でしたっけ。あ、そう、郵便ね。やっぱそうだわ、これ。国民健康保険の保険証が入っています。だって。どうでもええわ。使わねえ。よし、パチンコ行くぞ。8時半だろ。1万円取り返しに行くぞ。どこ取り返しに行こうかな。123、こっからだったら123かな。鶴橋の123、鶴橋の123行こうか。これ左へ出れんのかな。出てないんやろうな、のぶた。のぶたグループ出てないんやろうな。よいしょ。まあでもあの出ていないあの出ていないね、 A 点であんだけ 2回もあのプラテンの、プラテンというかまあまあトントンのチャンスがあったぐらいだから、今日はもう引きでなんとか頑張るしかないね。これで負けたら仕方がないよ。今日勝てないわ。これすぐそこが、N 豚のね、T 点だから、 N 豚グループのね、T の橋点がすぐそこだから、もうそこで1万円売ってトータル2万円突っ込んでね、2万円分のコインはさすがに出せないけど、まあ低投資でね、1000円2000円で1万円出てくれたらラッキーかな。まあビッグが2回連チャンすればそれでいいだけだから。何これ、祭りか。セブンイレブンに人集まってるのかなと思ったらおみこしに人が集まってるだけだ。あーもうやさん、また行くの。行きますよ、もうあの用事済ましたから。よかった、郵便ね。明日保管期間が明日までだったから、今日帰ってネットで再配したら明日1日以内といけなかったでしょ。しゅんちゃんさん